真っ暗ね。何も見えないわ。姫様、私の後ろへ何か潜んでいるよ。来るぞ。待ちかねたぞ、光の者たちよ。貴様らがここへたどり着く前に世界樹が朽ちてしまうのではないかとヒヤヒヤしていたぞ。余裕ぶっていられるのも今のうちだ。世界樹は光を取り戻す、この聖なる雫でな。これ以上お前の思い通りにはさせない。ごときがこの私を阻もうというのか。面白い。ならば楽しませてもらうとしよう。いいわ、楽しませてやろうじゃないの。あんたがボロッボロのヘロヘロになるまでね。それは期待できそうだ。だが、貴様らの息の根はこやつが止めてしまうだろうがな。ちょっとずるいわよ。そんな楽しみ方ってあり？出てきちゃったものは倒すしかないわね。世界樹はもう限界よ。朽ちてしまったら聖なる雫でも元には戻せない。急がないと。ああ、さっさとこいつを倒して聖なる雫を使わせてもらおう。世界樹にはもう時間がない。行くぞ。よし、ガッテンでゲッああ私に立ち向かおうなど正直千万。今のうちに、さあ早く。世界樹よ、元に戻って。やったでガス、闇が消えていくでガスよ。
界樹が力を取り戻したわ。よかった、これで闇竜も。何がおかしいのかしら。まさか追い詰められたせいでやけになっちゃった。追い詰めた。貴様らこの私をか。なんとおめでたいものどもよ。世界樹が元に戻ろうと痛くも痒くもないわ。我らの神闇竜シャムダ様の封印はすでに解けているのだからな。どういうことだ。世界樹が完全に朽ち果てるまでシャムダ様の封印は解けないとでも思っていたようだが。甘い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 。世界樹が朽ち果てなくともその力が弱まりさえすれば我が闇の術で封印を解くことができたのだよ。そんな、じゃあシャムダはもう復活してしまったの。封印が解けた今、あとは眠りから覚めていただくだけよ。これより次元島で最後の儀式を済ませれば闇湯シャムダ様が目を覚ます。光の者どもよ、世界を救いたくば我を追って次元島に来るがいい。闇竜の封印が解けちゃってたなんて。こうしちゃいられないでガス。闇竜が目覚める前にヘルムードをやっつけに行くでですよ。だが奴は不自然なほどはっきりと自分の行き先を明かした。明らかに罠だな。でもたとえ罠だったとしても行かなくちゃ。闇竜の復活を止めるにはそれしかないもの。そうね、ここで途方に暮れてたって仕方ないわ。大切なものを守るためにできる限りのことをいたしましょう。どんな罠が仕掛けられていたって平気よ。私が全部ぶち壊してやるわ。それは頼もしい。なりません。そのような無茶をなさらずとも、姫様を阻む輩はこのクリフトが排除いたします。それじゃあみんな、すぐにバトシエへ乗り込んでちょうだい。次元島までパワー全開で飛ばすわよ。はい。よし。え、うん、ねえ、ねえ、ああ、え、ねえ、